こんにちは、ちーです。島が完成したのでぐるっと島をお散歩していきます。今回は初めての洋風の島作りでした。夢見の更新はありませんが、この動画で島の様子を見ていただけたら嬉しいです。まずは飛行場に向かいましょう。自宅を出てすぐ下がマタタビ島の飛行場になっています。今回の島はシンプルな地形なので、この飛行場をはじめ空が広く見える場所が多いです。飛行場を出て右に進むと案内所に着きます。柵で囲っていますが、ここも空が広く見える場所です。案内所を出て右に進むと住宅街に続いています。 Y 字路になっていて、道を挟む形で住民さんのお家があります。あと黄色い屋根はサブ住民のお家です。さらに手前には砂浜が広がっていて、住民たちの憩いの場になっています。ペンタのお家の横を通り過ぎて後ろに回り込むと、弥生ちゃんのケーキ屋さんがあります。次はレンガの橋を渡って右に進みます。パタヤさんとバンタムくんのお家があって、縦に並んだ住宅街です。空が広く見えるところも気に入っています。カメラアングルを真横にした景色も好きです。日曜大工が好きなバンタムくん用に、砂浜には DIY 作業場を用意しています。住宅街から上へ進むと博物館が見えてきます。博物館は緑で囲まれたレイアウトになっています。博物館前のレンガ橋を渡ると最初の住宅街につながります。住宅街の裏には川が流れていて、向こう岸にはお店が並んでいます。ここはちょうど案内所の裏側ですね。左に進むと分かれ道になっていて、手前に行くと自宅につながっています。自宅の裏側はちょっとした秘密基地にしました。段ボール家具を使って手作り感のあるスペースにしています。はしごを登った先は小さなガーデニングスペースです。レンガの斜め橋を渡ります。ここは小さな公園とレモネードがおすすめのカフェです。カフェの先には岬の灯台があります。全体的に白ですっきりまとめました。下に歩いていくと並木道が続いています。その先はちょっとした噴水広場に出ます。紫のヒヤシンスが好きなので、砂浜にも広がるように植えています。噴水のところから右に進むと、また自宅が見えてきました。自宅
の目の前には小さなビーチがあります。ここもシンプルなレイアウトですが、すっきりして気に入っています。またカフェのところに戻ってきました。この辺りはかぼちゃの馬車が置いてあったり、景色を楽しむためのただの道です。その先には仕立て屋さんが見えてきます。さらに隣には階段を挟んでたぬき商店が並んでいます。たぬき商店を過ぎると高台の住宅街に続く階段が見えてきます。階段を上る前に右に進んでみます。こちらは先ほどの博物館につながりました。では改めて階段を上がっていきましょう。階段を上った先は高台の住宅街です。マリモちゃんのお家を右に進むと共用のお庭があり、その奥にはビス君のお家が見えてきます。ビス君のお家の横を奥に進むと川を挟んで小さな畑があり、ここで野菜を育てています。住宅街を少し戻ります。マリモちゃんの左隣にはディビット君が住んでいます。初期のお家の見た目が好みだったので、外観はリフォームしていません。木の実のアーチをくぐると、奥にはグミちゃんとちゃちゃまるのお家が見えてきます。手前のくぼみのところはちょっとしたお茶会をイメージして飾り付けています。ちゃちゃまるのお家です。お隣に住んでいるグミちゃんもよくここで見かけます。こちらがグミちゃんのお家です。左側には島の果樹園につながる道があります。では果樹園を覗いてみましょう。入ってすぐのところには調理台があります。奥に進むとメインの果物エリアです。この辺りは過去に投稿したしまくり動画で詳しく紹介しています。果樹園を左に抜けると自然が多いエリアにつながります。洋風のクリエイトからはちょっと外れていますが、やっぱりこの辺りは作っていてとても楽しかったです。また町の方に戻ってきました。ここには絵描きのノームさんがいます。そしてここから果樹園を眺める景色も緑が多くて大好きです。このまま右に歩くと先ほどの住宅街につながっています。そしてレンガの階段を下ると仕立て屋さんとたぬき商店の間に出てきます。また島の奥に戻ってきました。吊り橋を渡った先のスロープを奥に下っていくと雑草が生い茂った道が広がっていて、スネキチビーチに到着しました。今度は島の左奥に進んでいきます。この辺りは光苔や星のかけら、あとスターライトが点々としているので夜でも程よく明るいです。
崖の上はちょっとした天文台です。感覚としては私物を持ち込んで作った秘密基地っていう感じに近いかなと思います。あとは手前側に寂れたエリアがあるので見に行きましょう。忘れられた灯台と古くなったヨットが放置されています。先ほどのスロープを今度は手前に降りてみましょう。町の方に戻ってきました。最後に島の左側の砂浜を歩いていきます。以上、またたび島の島紹介でした。今までで一番シンプルな地形での島づくりでしたが、空が広く感じるところが特に気に入っています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。